わ海に来ました。やばい、めちゃめちゃ荒れ狂ってるで。これ今期ゆとびチャンネル初海、和歌山のね海にやってきました。いや、めちゃくちゃいい感じ、夏って感じですね。ほんでさ、これこんだけさ波が荒れてたら、なんかねレンズの1本や2本ぐらいね漂流してないかなということでね、一旦まあね探していきましょうね。これあれ、ここにこれなんでしょうかね、これいや、これ何やらこう怪しいね、段ボール箱が漂流しておりますね。これは開けざるを得ん。いや、今日はね、あの星空のね、星空の写真を撮りに来たので、なんかこれ星空のね撮影でちょうどいいもんが入ってないかなと思ってるんですけども、開けていきましょう。オープン、バカリンボーン。でかい、箱がでかい。最近のこのサードパーティーのレンズの中ではこのサイズ感はなかなか珍しいんちゃうか。ガチレンズ来たか。はいはい。うわー、こんな立派なケースに入っておって、ほんまなあ、頑張ってたどり着いてきてくれてんな。海荒波を越えてほんまありがとう。いくでおお、あー、意外とでも軽いな。思ったより軽いぞ。イデオシグマの本気レンズ 20mmF1.4。 うおー、こんなんでっせー。うわー、この辺のこのなんか質感わかるかな、ボディのかっこいい、なんかかっこいいアートやからまだちょっとちゃうんかな。おー、ここのボタンがね今回めちゃくちゃいいということで、ちょっと後で、ね、説明していきますね。そしたらちょっとここ開けさせてもらって、うー、 82mm。もちろんフィルターもつけれます。デメキンになってますね。ほんでこうリアにもフィルターがねこう入れれるみたいですよ。おー、ここに入れるんか、かっこよ、なんじゃおりゃ。そしてこのフードもつけさせてもろて、イン。おー、うおー、かっこいい。見た目はとりあえずめっちゃかっこいい。ということでちょっと早速ねここにつけていきますね。なんでこんな荒れた海のとこでこんなレンズ新しいやつやるなかね。あ、怖い、どこ、はい、くれ、イン。うー、もうこれで安全。ということで今回はですね、このシグマさんからね新しく登場した 20mmF1.4 のねこのレンズを使って星のね写真をゆとびチャンネルでは初めて撮っていきたいなと思います。いや、今までもねあの視聴者さんからコメント欄で星の撮影のね動画撮ってくださいっていうお声をねめっちゃいただいてまして、やっとついに今回こそはね星動画没乱せないように頑張っていきたいなと思います。で、星の撮影なんですけど、あのねあのガチのねもう本気のもうバッチバチに決めたね星空撮影じゃなくて、もうねあの気軽に星空撮影楽しめますよみたいな感じで、初心者さんにもね分かりやすいように敷居を下げてねあの星空のね撮影を撮っていきたいなと思います。え、なんかさ星の撮影ってめっちゃ難しいイメージあると思うんですけど、そんなに思ってるより難しくないし、そんなに思ってるより難しく考えなくてもいいんですよ。とにかくねこの動画ではもう星空の撮影のね楽しさみたいなところをねお伝えしていければいいかなと思ってますんで、ぜひねこの動画最後まで見ていただいて、一回ちょっとこの夏にね天の川ねバシッとね撮りに行ってみようかなみたいな感じで、ね、ぜひ皆さんも行ってみてください。ということでね、この星空の撮影このね明るい時間帯にねあの説明をしておかないとね、あのもう真っ暗な状態であのただのラジオになってしまうので、画面真っ暗でね何も映らないので、この明るい時間帯にねまず軽く簡単にね説明していきたいなと思います。ということで撮っていきましょう。はい、ということで星空撮影のねまず準備編からいきます。準備編もうめちゃくちゃ簡単、満月じゃなくて新月の時に三脚を持っていきましょう。以上、もうほんまそんぐらいで大丈夫です。ほんまにそのぐらいで大丈夫。満月やったらねあのもうめっちゃね月自体が明るいので、月の明るさでねこの星がねあんまり見えなくなってしまうんですよ。なので満月じゃなくて新月、月が全く明るくない空がもう暗い状態で星の光が綺麗に見える時に行きますと。ほんでねその星空の光を映すにはシャッタースピードをねめっちゃまあ15秒ぐらいパッシャンってね開け続けないとダメなので、これはねもうほんまもう手持ちじゃ絶対無理です。15秒間ねもう固定できるやつ、そいつね人間じゃないのでね友達やめてほしいんですけどもね、あのそういう時はその三脚に頼るしかないと。でね、なんかレディーズとかリモコンとかあったらね別にまあ便利なんですけど、別になくても大丈夫です。ユートビもねもう今回あの持ってきておりませんので、とにかくもう新月に近い時期に三脚を持っていく、もうこれだけです。なのでユートビもね今日あの2日前が新月だったんですけどもね、新月の2日後に三脚を持ってやってまいりました。これしか持ってきておりません、ゆとび。ほんで次はね撮影の設定をね話していきたいなと思います。ということで次、はい、と
ということで続きまして、ここが一番メインです。ただもうここさえ見といてもらったらね、もうあのその後すぐにその星空撮りに行ってください。なのでこのパートがね一番重要なので、ぜひね聞いていってください。でもね、まずもう結論、めちゃくちゃ簡単に結論言うと、 F 値は 3.5 以下、シャッタースピード15秒ぐらい、 ISO 6400 ぐらい、これでねもう撮ってみてください。ほんまそんなもんで大丈夫。ほんまとりあえずねもうそれでシャッターを切ってみてください。なので今回は F 値もシャッタースピードも ISO もね全部こう一つずつちゃんと決めたいので、 A モードじゃなくてねマニュアルで撮っていきます。マニュアルモード、これね A モードじゃなくてマニュアルにします。で設定は F 値はねもう一番低い数字、持ってはる皆さんが持ってるはるレンズの一番低い数字にする。今回ねこのシグマのこの 20mm やったらね F 値が1.4 まで下げれるんで、もうね F 値 1.4 までもう下げてしまいます。ね、ただねなんかキットレンズのズームレンズとか持ってはる方でね F 値 3.5 までしかね下げれない方もいらっしゃるかもしれませんが、もうそれでも全然大丈夫です。ただですね F 値が低くできるレンズの方がね画質の劣化がしにくかったりしますんで、まあ一回ね皆さんはこうお持ちのレンズで挑戦してもらって、これそれでもちょっと納得いかんわという方はね、今回のこのレンズほんま星にぴったりなので、ぜひねシャッタースピードはねもう15秒ぐらいにねとりあえずしてみます。これねシャッタースピードを20秒とかより遅くしてしまうと、この地球って自転してるんですね。だから30秒間パッシャンってやってる間にこうやってね地球がこう回ってるので、それでねこう星がこう変に流れてしまうんですよね。まあ被写体ブレと言ってもいいのではないでしょうか。なのでシャッタースピードはまあ15秒よりは遅くしない程度、まあ15秒みたいなところをねまずは目指していってみてください。そして最後に ISO は1回ねこれもまずね6400で撮ってみてください。なのでまずはねとにかく皆さんは F 値を一番低く、シャッタースピード15秒、 ISO6400、 これをね目処にしてみていただいて、そして続きましてもうあと賞味ちょっとです。ピントはマニュアルで合わせます。ほんで手ブレ補正はオフです。ピントはマニュアル、手ブレ補正はオフ。手ブレ補正をねオフにしたのは、15秒とかねパッシャンってめちゃくちゃシャッターをね開け続けているので、その間にね手ブレ補正の機構をオンにしてしまうと、パッシャンまでねこうガガガってなんかね、勝手に動いちゃったりするみたいなので、そうやって変にブレないようにもうね手ブレ補正の機構はオフにしましょう。ということでもうそんなもんやで、ほんま300立ててマニュアルで設定してね、手ブレ補正オフにしてねピント合わせて撮るだけ、シンプルですよシンプル。ほんでさ、これちょっとこのレンズ見てよ、これシグマのね旧型のアートの F 値 1.4 は 900g ぐらいあったらしいんですけど、これもこれうまいこと小型化されたのに、アートラインのね描写力バチバチのレンズで 630g みたいですね。ほんでこのさ気になるスイッチたちなんですけど、これがマジで優秀で、オートフォーカスとマニュアルの切り替えスイッチはもちろんついてる。そしてここにこの割り当てれるボタンもある。ほんで極めつけはね、このスイッチと言っても過言ではないのではないでしょうか。これねピント合わせた位置でピントをねこうロックできるんですよ。意味わかります？これこうね星空の撮影とか、まあホタルの撮影とか、ピントをこうオートフォーカスじゃなくてマニュアルでピント合わせますよね。でこのピントの位置を絶対にずらしたくないんですよ。そのために今までさ、なんかテープとかをねこのレンズに貼ったりして、ピントリングがね勝手にこう回らないように固定しておいたんですけども、このスイッチなんとロック側にねスイッチをしてあげるだけで、そのピント合わせたところのねこのピントがねずれないようになるんですよ。このねリングが回ったとしても、これやばない？これなんで今までさレンズでついてなかった？ピント位置固定できるねこのロックスイッチっていうのがなんと搭載されております。マジでこれはマジで優秀、ほんまにいいと思った。この話聞いた時もう全レンズにこのスイッチほんま搭載してほしい。ほんで最後もう一個ね、ここにクリックオンオフっていうスイッチがあって、このレンズねこの絞りをねこっちのレンズ側でねカリカリ変えれるんですけども、このクリックをカリカリってするかカリカリってしないかっていうのも選択できます。あともう一個あったらこっちの逆サイドにこのねまたスイッチがあって、この絞りのところをねこのオートのとこからこうね勝手に動かないようにするスイッチもついておりますと。いや非常に隅々まで考えられてますねこれ。ということでちょっとねもうめちゃくちゃ話長かったと思いますけども、皆さんここまで見ていただいてありがとうございました。ということでもう撮るものないので帰りありますよ。果たしてどんだけ綺麗な星空撮れるのか、ゆうとびチャンネル初星撮影撮っていきましょう。はい、ということで
夜になりました。全く何も映らん。いやだからね、あのね、夕方の間に撮っといてよかったで、ほんま。そして幸いにもですね、あの撮られてる方が一人だけいらっしゃいましてですね、さっきもあのちょっと今から撮っていいですかみたいな感じで、あの優しくお声掛けいただいてね、あのすごい、あのありがとうございます。ほんま初心者の人に対しても優しくしていただいて、ということで、できるだけ邪魔にならないようにね、YouTube もやっていきたいなと思います。ということでですね、あのまずね、あの一回まあとりあえず撮ってみましょう。そしてですよ、そしてですよ、あの皆さん、この星のピントの合わせ方、マニュアルフォーカスで手動で合わせるんですけども、ライブビュー、ファインダーを覗くんじゃなくてライブビューにしてピント合わせていきます。そしてですね、皆さん、あのカメラにはね、あの拡大機能っていうものがありまして、こうね、ボタンを押したら一部分だけをね、こうやって拡大してね、映すことできるような、ね、設定があるんですよ。でこうしたらね、星のね、点々がこうね、映ると思うんですが、このね、ピントリングを回していって、この点がめっちゃ小さい点になるところ、このね、星の点々点の光がこう大きくぼやってなったり、小さくピカってなったり、こう大きくぼやっとしたり、こうなるんですけど、この星の点々がね、小さく、一番小さくなってるところ、その状態がピントがね、合ってる合図でございます。そしたらもうね、これでピントも合ってますんで、あとはもう手ブレ補正オフにした状態でね、セルフタイマー2秒、レリーズとか持ってないのでね、セルフタイマー2秒にしておいたら、シャッター押した時のね、手ブレが入りませんので、セルフタイマー2秒で撮っていきます。まあ一旦ね、押していきましょう。せっかくなんで縦構図にして、はい、チーズ、パチャリンコで15秒待つ感じですね。はい、さあ、どう、おー、映ってます、映っております。おー、ちゃんと映るやん、めっちゃ綺麗やん、すげえ。ただちょっとね、これやったら、もうやっぱ明るすぎる、 ISO6400 まで上げすぎてるし、シャッタースピードもね、15秒で遅すぎると思うんで、このレンズの特権やな、F 値 1.4 やからこそ、シャッタースピードはまあ10秒にしての ISO もね、3200まで下げましょう、3200、こんなもんでいいでしょう。はい、チーズ、パチュリンコー。うおー、ええやん。とりあえずもう全然ね、あの構図とか無視して、とりあえずね、テスト撮影でこれです、テスト撮影でこれ、ということで、 YouTube いろいろ場所を移動しながら撮っていきたいなと思います。よっしゃ、ちょっとありがとうございます、マジでありがとうございます、もうほんまに助かりますということでですね、皆さん、ちょっと今僕のこと、ゆうとみのことにしていただいてる方がいらっしゃってですね、めっちゃ優しい方で、照らしていいですよということで照らさせていただいております。ちょっとだけ動画撮らせていただいております、ありがとうございます。ということで、ここにね、ちょっと螺旋階段がありますんで、この螺旋階段を主題、副題、なんかわからん、お、めっちゃ今流れた、流れ星、螺旋階段入れます。で、天の川がね、その上にちょうどベッと走っておりますんで、それも絡めて撮っていきますと。そしてね、ここにこう三脚立ててカメラをね、こう上向けて撮っていきたいなと思います。いや、こんなんしてさ、普通照らして撮れないんでね。ほんで、今までの星空撮影編3回ぐらいボツなってるけど、いつもね、真っ暗になりすぎてボツなってきたんでね、今日はほんまにラッキーです、本当にありがとうございますということで、ここでね、縦構図で撮っていきたいなと思います。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、無事ね、天の川を収めることができました、素晴らしい。いや、もうな、やっぱりちょっともう F1.4 はほんまチートやわ、ほんまにめっちゃ綺麗わ、ほんま周辺の感じとかもさ、気になるけど、画面で見た感じめっちゃ綺麗に、そんななんか変に流れたりもしてないですけども、めちゃくちゃ綺麗な気するんやけどな。ほんでさ、このピント位置をさ、固定できるスイッチ、 MFL スイッチって言うんですけども、スイッチがマジで優秀すぎる。一回もうね、めっちゃシビアにピント合わせて、そこでもうスイッチロックしておけばね、もうそのシビアにピント合わせたやつが絶対ずれないんで、これはね、ほんまもうユーザーファーストやなと思いましたね。ほんでこうさ、レンズのリア側にもフィルターつけれるんで、広角レンズやったらやっぱさ、1枚2枚とか重ねたら、前に重ねたら蹴られたりするじゃないですか。そういう心配もね、リアにつけておけばなくなるし、ソフトフィルターとかもね、こうなんか前につけるよりリアにつける方が変にね、星が楕円形になりにくくなるみたいなんですよ。その辺もね、ほんまにユーザーファースト、マジで星撮り好きな人が開発者におったんちゃうかレベルのね、ほんま星にもね、特化してるレンズなんちゃうかなとこれ思います。まあもちろんね、 F1.4 の 20mm なんで、星以外にもね、マジでめっちゃ使えると思う。またエラーも出されましたね、皆さん、ほんまどうする、どうする、これほんま。ということでね、あと1枚だけね、他の構図狙っていきたいなと思います。ということで、次
すいません、ちょっとなんと先ほどね、上で写真撮ってはるって言ってた方がね、ゆうとめのこと知っていただいててですね、ここちょっと照らしていいですよということで撮らせていただいておりますということで、ちょっとねこの手前にこの道がありますんで、この道の奥行き感とその奥にねちょうど天の川がこういい感じにありますんで、これをね絡めて撮っていきたいなと思います。いやもうこの場所もね正直ここで撮られてなかったら多分僕上がってこなかったと思うんで、本当にありがとうございます。構図までちょっと寄せさせていただいてすいませんということで、ここでねもうさっきと同じ設定で撮っていきたいと思います。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、いやもうほんまにさ、もうね一人だけ撮影に来てはった人いたんですけども、その方がたまたまにゆうとめのことも知ってはってて、しかもめっちゃ優しくていい人やったんで、ほんまに気持ちよく撮影できました。マジでありがとうございました。やっぱこの星空もそうやけどね、どんな撮影でもやっぱ声かけとかそういうのは大事ですね。マナーってマジで人に助けられましたね。ほんまにありがとうございました。これね手前にこう道入れて奥空間出しつつ、奥に天の川をちょうど収めるっていう感じの、ね、写真無事撮れました。20mmっていう画角がまたちょうどいいな。ほんでこのレンズね、寒いところとかでレンズヒーターつけたりする方もいると思うんですけども、そのレンズヒーターがこうずれないようなねこのレンズのね形になってるみたいで、めっちゃそんなね細かいところまで考えられてて、マジで真冬星撮りマンはね頭が上がらないので、何しようか。ということで、ね、まあちょっと今からまだねサムネイルとかも撮らないとダメなので、一旦ねもうこの辺でいい写真も撮れましたんで終わりたいなと思います。ということで、もう撮るもないので終わります。はい、ということで本日はこのねシグマさんから出た新しいレンズ 20mm の F1.4 のレンズを使って写真を撮ってみたんですけども、皆さんどうでしたか星空撮影。はじめね結構説明を多めにしましたけども、撮影してる時間はねほんまにめっちゃ一瞬なんですよ。あれ設定さえねはじめにささっとしておけば、もうカメラ向けてピピピピパシャピーで15秒待って終わり、もうそれだけでね写真撮影って済むので、マジでねほんまね皆さんにもやってみてもらいたい。なんかね何枚もこう何十枚も撮ってさ、こう持って帰ってきて重ねてとかやる方もね、もちろん超コアな方とかめっちゃね上手な方はされてるかもしれないんですが、ここはね一発撮りでもね全然綺麗に写真撮れますんで、星の撮影ちょっと行ってみたいけど全然よくわからへんし難しそうやなっていう方ねいらっしゃると思いますがね、結構意外と簡単でね普通の風景撮影ともそんなに変わらないので、ぜひねちょっと挑戦してみたいなって思った方は概要欄のこのレンズをね、見に行ってポチって、撮影に行ってはいかがでしょうかでもなんかさ、こんだけの機能ついてこのサイズ感でこの F1.4 のレンズでなかなかなんかねお安く手に入れれそうなんですよ。なんか言うと20万ぐらいするんかなと思ったら、希望小売価格がね15万ちょいってことなんで、多分なんかね普通の家電屋さんとかで買ったらまあそれより安くなるじゃないですか。まあ14万は切るかな、13万円台とかそれぐらいだと思うんで、予想より安い。初めてメールもらって話聞いた時は20万ぐらいかなと思ったけど、それよりはねなかなか安いなと思ったんで、感覚的にちょっとなんか言うとおかしいんかな、頭バグってるかもしれませんが、まあでもほんまこのアートラインのこの描写力のこの F 値のこの性能のスイッチのポチポチ感いっぱいついてて、この値段はマジでありかなと思いますので、ぜひ皆さん財布の紐はねもうゆるゆるっともう全部ほどいてねゆるゆるにして、家電量販店行きましょう。概要欄の URL を押しましょうということで、もう、チャンネルコンないので帰ろうと思います。今から帰ったらもう日付もあるんでね、今もう10時8分、早く帰って風呂に入って寝たいなと思います。皆さん散財にはお気をつけよう。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバーイ。